今年ね、トマトとナスを自分で苗で育てて、やろうかなと思って種買いました。これがこのファーストトマトとシンクロナスっていう固定種になりますね。シンクロナスは残念ながらね、どういうものかっていうの俺わかんないから、育てたことないから、知識ないから楽しみにして置いとくんだけれども、このファーストトマトね、覚えてる人は結構お年めされた方だと思うんだけれどもね、うちの父親74になったな、はわかるのよ。母親も70になるんだ今年、わかってるんだけども、先端が尖ってるトマト、トマトが美味しくなり始めた最初に出てきて、あ、これ美味しいっていうので覚えてたんだって、父親も母親も。50代になってくると、50代半ばの人になるともうわからない、ファーストトマトって言ってもね。これ先端が尖ってるから、あの流通に適さないと、潰れてしまって適さないってことで、まあ、消えてった品種なんだけども、この固定種の種見つけたんでやってみようと思って買いました。で、まあ、なぜわざわざ固定種にしたかっていうとさ、まあ、種取りができるっていうこと。まあ、その辺で売ってる品種、ホームセンターとか種屋さんで売ってる品種は F1 品種っていうんだけれども、まあ、まず先に言うと F1 品種は種取りできないっていうふうに言う人もいるんだけども、それはちょっと違ってて、種取りできるんだけれども、あの種取りをした親の品種と同じ見た目味とかね、そういう風にならないから、種取りが安定した形で形質で取れないから種取りできないと言ってるだけであって、もう子孫を残せないっていう品種ではないということね。これまず一つ覚えといてほしいのね。種取り、F1 品種は種取りできないっていうのは嘘です。間違いです。嘘っつうか間違いです。ね。F1 品種の桃太郎を種取りし続けて固定化したのがアロイトマトって野口種苗さんとかで買える品種あるんだけれどもね。そういうのもあるんで、ね、F1 品種だってもう見た目と味、その形質が一定にならないから種取りするに適さないだけであって、それを続けていけば固定化していって、まあ、10年とか十何年かかるんだけれどもね、やっていけば、固定種になるんで、ね。だからいいんだけれども、その F1 品種だと品種登録とかしてあったりすると種取りしちゃダメとか、そういう法律の縛りがあると思うんで、で、全部俺は法律家じゃないから把握できないから、そういうリスクを負えないなと思って、それをの種を、F1 品種の種を買って種取りするっていうのをやめました。で、固定種として売られているこの2つを買わせていただいて、これを種取りさせてもらおうかなと思っています。ね、固定種であればもうその品質、見た目とか味とかが、だいたい固定化されてる。だから固定種っていうんだけども、それで種取りしてもだいたいばらけずに見た目がほぼ同じ。完全に同じではないよ。ばらけることもあるけれども、だいたい同じになるっていうような状態になってる種だから、種取りしていけるということで買いました。で、もう一つこの固定種にした理由は、やはりね、やっぱり今のところ政府の動きとか、世界的な状況とか、この異常気象の状況とか考えたときに、種もいつまでも手に入るものではないだろうなと思って、自分で種を持っておきたいって思って、種があれば、あとは土とかもあるし、その土も化学肥料とか農薬とか使わないで作るノウハウもあるから、あと種さえあれば俺はもうね、大丈夫だっていうところまでは来てたんで、もうここからは、今まではね、楽することを考えて苗買ったりとか、種を、まあ、その辺で売ってるものを使ってきたけれども、種も自分で押さえておこうと思って、まずトマトとナス。でやろうと思いました。まあ、ピーマンもやろうと思ったんだけど、ピーマンあんま多くできてもちょっと困るかなと思って、まずこの2つで始めてみようと思いました。他にも豆とかかぼちゃとか取り続けたものはあるけども、それはそれまま続けていくっていう感じで、種も自分のところに置いとこうと。で、農薬も化学肥料も使わないで作るノウハウも自分で持ってると。で、よそから買ったりとか、外国のものを買ってやるものをもっと極端に減らしていく方向に向けていこうと思います。自分の、例えばこれからの、まあ、食料危機が起きるんだか起こすんだか分かんないけれども、どういう状況になっていくか分からないんだけども、備えるためにやっておこうと思います。これらも財産だと思って、自分の手元に置きたいと思って固定種にしました。で、まあ、わざわざこの固定種、貴重な固定種買わせてもらったから、ちょっとこの買ったお店を紹介させてもらいたいんだけれども、俺楽天市場で固定種って調べたら、この有限会社テクテクっていうところを見つけて、で、ここでこの種あったんで、ピーマンとか他の葉物とかの野菜とかもあったんで、まあ、
野口種苗さんとか行けばね、一番はいいんだろうけども、いろいろ揃っててね、お数もいいんだろうけども、今さら野口種苗さんとこに登録したりなんだりっていうのは手間だなと思ったり、あそこ人気すぎて品切れとか多かったりするから、ね、手出さなかったんだけども、楽天市場でこの有限会社テクテク、長野県の会社だね。で、買えるんで見てみてほしいなと思います。まあ、他にもいっぱいそういう風な固定書を出してる会社もあるんで、いいと思うんで。やってみたらいい、皆さんもね、買ってみたらいいかなと思います。で、この種ね、生産地見ると、シンクロナスが、生産地が千葉県、映るかな？千葉県になってます。で、無消毒、種子、要するに農薬をつけてないと。その辺で売ってる種は農薬で、をかけて、まあ、粉なのかな？まぶしてあって、種子消毒っていうのはしてあるんだけども、これはしてないと。なんかすごいなと思って。すごいなっつうか、まあこれは普通なんだけどもね。本来、あるべき種取りの姿なんだろうね。だから随分すごいなと思うね。取ってるところが、こう、あ、ごめん読めない。こう、なんだ、光の里の城？畑を懐かしい。なんだろうね。有限会社浜名農園さんってね、静岡県にあるところで種取りしてるのかな、静岡じゃん、その会社がそこなのか、何なんだこれは、何のあれなんだ、あ、浜名農園っていうところの千葉県の方に畑を持っててっていう感じかな、うーん、そういう感じかな、こっちもそう書いてるけど、こっちファーストトマトは長野県で種取りしてますよっていうやつ、うん、です。で、これを育苗して育てて、自分の庭でやって自分で食べる分として、まあ友達にあとあげるとかそのくらいかな、でやっていこうと思います。で、これを見ると種まき、まあ、育苗の始まりがだいたい3月下旬っていう、どっちも同じ感じなんで、片方だけ見せるけれども、3月の下旬っていう感じになってるんで、まあその頃、だけどもだいたい2ヶ月、苗の大きさになるまでだいたい2ヶ月弱かかると。で、俺ちょっとね、ゴールデンウィーク明けにちょっと仕事でね、青森県を離れなきゃいけないことができ、予定ができたんで、まあもうちょっと、今3月の4日、こういう動画撮ってるのがね、3月の4日だけども、今ちょっと寒さが来て雪が降ってるから、ちょっと様子を見て少し暖かくなったら、種まきをしようと思います。ね。で、それを、家の中の暖かいところ、南向きのところで、ストーブを焚いてあるところ、ストーブをつけてあるところで置いて、室内で育苗しようかなと思っています。ね。まあ、ハウスとか持ってればいいんだけど、持ってないから、ね。そういう感じで育苗していって、で、これをね、育てて食べていきたいと思います。だからもうこれは俺の一応ね、対策、食料危機対策としてやるっていうことであって、販売するってことじゃないんだけどもね。ファーストトマトとシンクロナス、これをやっていきたいと思います。栽培技術、ノウハウ、土も出来だ、その肥料とか農薬は使わないけども、有機肥料を作る、土の作り方もある。あとは種があれば豆とかぼちゃはとかいろいろやってきて、あとは宿根性の宿根草や宿根性の野菜とかもいろいろ植えて、山菜とかもね、苗買って植えて増やして、で食べ物はいっぱいあるんだ、うちの周り、この周りにね、やってきた。あとはこういう野菜用の種を抑えれば、とりあえず自営になるかなみたいな感じなんで、やっていこうと思います。まあ、当然これもね、種まくとこも動画にしていこうと思いますんでね。まあ、そんなに特別なことするわけじゃないんだけどもね。まあ、若干皆さんもやりやすいように、まあ土とかはね、今雪の下だから畑から取ることできないから買ってきた土でやるんだけれども、多少ちょっとね、あれ、肥料とか入ってるかもしれないけども、それ使ってやります。来年からは自分の畑の土を秋に取っておいて、それを使って育苗していこうかなと思っています。まあ、とりあえず、そういうこと、固定種で自分の種を手元に置いておこうという感じでやります、今年から。種取り結構めんどくさかったりなんで、種取りめんどくさいっていうか、本当はね、種取ったのよ。このトマト、揺れちゃった。トマトの種をね、取ってあったんだけども、これは要するにその F1 品種からだから、そういう種苗法とかに引っかかったりすれば、やれたりすれば嫌だなと思って、そっちはやらないで、このちゃんと固定種、ね、種取りしていいよってやつでやろうかなと思います。この PVP マークとか、
そういうのも種取りするなとも書いてないから、おそらくいいとは思うし、で、種取りできない固定種なんてさ、種取りしたらダメだよって言われる固定種ってのは誰も買わないと思うんでね。うん。とりあえずこれでやっていこうかなと思います。ね。うん。種さえ持ってしまえば俺はもうあと大丈夫かなと思うんで、それぞれやっていこうと思います。シンクロナスとファーストトマト。他にもいろんな品種あるんで、みんなもネットで見てみて、できる範囲でやってみてほしいなと思います。